ご報告が遅くなり大変申し訳ございません。メンズ地下アイドルを結成しました。それでは補足でよいアイドル始めます。聞いてください。お疲れ様でした。密着終了、これになるんですけども、ちょっと報告いいですか。おはようございます。え、明けましておめでとうございます。あ、明けましておめでとうございます。今自分で言ったけどびっくりした。明けましておめでとうございます。久しぶりだね。お久しぶりですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。青いグループの南です。ピンク担当ね。ピンク担当南くんと紫担当龍馬アイスクリームです。よいしょよいしょ。そして赤色担当ホスグレアオイとマネージャーのエンちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。せーの、とんこつどもほすぐるやおいです。新年明けましておめでとうございます。 V チャンネルを見てくれてる皆様、ご報告が遅くなり大変申し訳ございません。私は、コメント欄で書いてある通りどうなったのって言われてるんですが、この通り元気です。今後の活動については今日の動画をね、見ていただければ最後にお知らせしますので、今日の動画最後まで見てくださったら幸いです。よろしくお願いします。まず、はい、まあ、ゆうたさんと仲悪いかっていうところは全然仲悪くないですね。すごい言われてますけど。で、モザイクかかってたのは配慮です。私のメンタルがちょっとあれだったので配慮してくれてモザイクかけてくれたっていうところと、自分の中でその最後ら辺の YouTube 撮るときに泣いちゃったりして、こうなんかメンタルがこういう感じがちょっと激しかったので一回ちょっとお休みをいただいてました。で、まあ新たなことを挑戦するということで今日この動画を撮らせてもらってます。ということで本日の企画は、今こんなメイクバッチリなんですけど、なんとこの度ホスグレアオイアイドル始めるってさということで、メンズ地下アイドルを結成しました。イエーイ。7人組でやっていこうと思います。私女の子1人かける男の子6人ですね。で、なんと今日1月13日赤羽レニーにてデビューライブがあります。ということでこの動画は私のデビューライブに密着していただく動画となっております。ヘアメから、リハ、そしてデビューの様子皆さんにお届けしたいと思ってます。ちなみにうちのメンバーはみんなイケメンです。ぜひ皆さん見てください。 XTwitter はですね、概要欄に貼っておきますので、皆さんぜひ推しメン見つけてください。今日この日のためにですね、準備期間2ヶ月で4曲練習しました。そちらの方も皆さんに見ていただければと思います。いや、結構緊張してる。顔変わった？顔？あ、マツエクして。おー。眉毛つないてるし、そうね。メイクもちょっと濃いかな、今日は。ね。ライブしよう。ライブしようです。で、衣装もね、手掛けていただいて、歌も手掛けていただいて、もう全部準備万端で、もうみんなと練習もしまくって今日この日を迎えました。ちなみにその心臓とか大丈夫？心臓結構だいぶまともになったっていうか、その数値的なものは、ああ全部結構200、300ぐらいあった心臓負担が40ぐらいまで落ちたのかな。10ぐらい。ああ、じゃあまあそれでもちょっと悪いけど、ね、そう。でも何がすごいって男の子と同じ量踊ってますから、まあ、でもちょっとなんかステップとかその音楽に乗るジャンプとかちょっとできないのはちょっとご愛嬌ということで。なるほど。そう、そこだけちょっとご愛嬌にしていただきたいなと思います。ここでいい。そう、何人ぐらいの観客の許可なの？100人200人だけど100ぐらいなんですか。で、今までそういうことあった？あ、でもいや青いなら大丈夫か。いやいや、そういう緊張とか、いや、してるしてるの？本番に強いタイプでも私。でもあれじゃん、なんかいろいろアベマとかスタジオで俺見たことあるけどさ、あれはいない周りに、そんな格好の目が自分に注目が浴びてない、あんまりあれは。ああ、なるほどね。喋る人6人ぐらいだし、メイン私じゃん。ああ、だからカメラ向けられるのもきっと私だし。ああ、なるほどね。あ、そういう意味で緊張する。あと100人ぐらい見に来て、今後の活動にかかってくるから、みんな全員が。今回のライブってさ、いろんなグループと合同でやるんでしょ、うん、あ、そう、対バンっていうの、そうそうそう。それの意味っていうのは、うん、そのお互いのファンをその奪い合うみたいな、そういうところもあるの？
どうなんですか、みなみくん。同じ事務所の対バンなんで、これから先輩超えるよみたいなライバルじゃないですけど、まあ、敵というよりは、お互いに高め合える仲間としてライブをしてきます。今日の対バン、対バンみたいなね。今日の対バンは。以上、ピンクからみなみでした。なるほどね。なんか懐かしいな。うちホストコンセプトなんで。アイドルね。そうです。ほんほんほん。みんな衣装のスーツ。今後始めるものとかも、まあアイドルかな。でも最近だとまだ分かんないけど、本当オーディションいっぱい受けてる芸能関係の。オーディション？なんかそれこそ昨日とかと深夜番組のインタビュー受けたりとか。情報公開してみて。まだ分かんない出れるか。まあとりあえずテレビ系？そうテレビ系とか、あとこの前撮影したから。深夜版だったらワンチャン流されるかもって言われた。テレビ？昨日、うん。へえ。何その活動の幅がかなり広がったってこと？そうね。てかなんかその、うん、アイドル事務所が大手だから、うん、上の先輩たちはテレビ売りなの。ほうほう。でうちらは YouTube 売りなの。はいはい。でしようってなってて、うん、上の先輩はとか出てる。はいはいはい。だからうちらもオーディションできるしみたいな。はいはい。そんな感じ。最近 TikTok ライブも活動的にやってるんだけど、うん、あのついに7万人来まして、ありがたいことに。結構じゃ何あの飛んでたけど、もう結構、うん、回復したかな。精力的にそう活動してる。じゃあ何目標とか夢とかができたってこと？そうね、まあ、1年間でみんなのことを一緒に有名にするっていう、うん、もし1年間成功したらまたメンバー変えてやりたいし。え、何卒業があると？これは本当に1年限定のチーム、うん、ユニットだから。もう絶対解散するんだ。あ、そう。今日がデビューってことは来年の1月には解散。だから推しは推せるときに推せ。それはどんなに儲かってる？そう。解散？そう。すごいね。絶対解散。で私実はもうアイドル終わったらマネージャーとかやりたくてさ。マネージャー？裏方したい。なんかうちの事務所は女の子が多くて、アイドルの事務所というとこのマネージャーとかしたいな。私、お姫様なんで。ピアノ？うん。うわ。痛い？右が痛いな、ちょっと。うん。うん、お願いよ、まぁ、あ、ちょっと気持ち悪いわ。お願い。気持ち悪いから首揉む。うん、そうやで。頭痛いから。治る。治んの、これで。これ治る。肩こりだ。うわ、痛い、痛い。痛い？いいよ。優しく？うん。いいよ。掘りすぎて気持ち悪いね。掘りすぎて気持ち悪いんや。うん、わかる。ちなみに、あおいってさ、立ち位置的には何？もうやっぱりリーダー的なポジション。うちリーダーみたいなのはいないけど、センター。なんかみんな平等だから、なんかプロデューサー一応買ってるみたいな。あ、なるほど、なるほど。馬さんもうきついね。馬優しい。ありがとうございます。龍馬さんは大学生なんでしょ？そうですね、今大学3年生なんですよ。で、どこ通ってるんでしょ？青山学院大学です。これって青山って頭いい？まあどうなの？そうなの？ぼちぼちですね。そうなの？じゃあ何その、まあ、1年間限定じゃないですか、このアイドルとして、はい、でも来年1月の、まあ、同じ13日に本当に解散するのであれば、はい、多分この時期って4年生の就活の時期ですよ。そうですね、世間は就活してますね。ですよね、はい、そんな中やっぱこうアイドル活動も両立させてというより、うん、まあ僕は普通の就活という道を捨ててインフルエンサーとして羽ばたきたいんで、この活動も1年がっつりやってしっかりその影響力をつけれるように頑張ってるっていう、そういう感じです。ちなみになんですけど、まあ、さっきあの就活を捨ててインフルエンサー活動できたのに全振りするよって言ってたと思うんですけど、はい、なんか目標とかどうなりたいとかあるんですか？グループで自分でインフルエンサーのグループを作りたいって作って活動したいですね。例えばこう構成しっかりしてます。ちゃんと目標があって、まあ、それに向かって一番一番しっかりしてるんじゃない？みんなやっぱ本当は一番しっかりしてるんじゃない？今一番しっかりしてる。頑張ってる。うん。ちゃんと頑張ってます。そうだよね。やっぱりリョーマがいなかったらうちのチームまとまってないもんね。嘘っぽくなるな。やめ、準備できました。はい、じゃあ今から移動です、ね、移動します。赤羽行きましょう。じゃあみんなまたね。行きます。頑張ります。
まだこのメンバー半分なんで、うちらの中でも行きましょうか。なんかさ、すごいコメント欄とかで私、男の子に囲まれて羨ましいとか言われてるんですけど、平等に扱われてるんで、もう全然ビシバシされてるんで、男子校みたいな感じでやらせてもらってます。いや、めっちゃ仲いいですよ、メンバーが。割と楽しくやってるかな。締めるとこは締めるね、結構ちゃんと、ちゃんとしてます。4曲、結構いい曲に仕上がってるし、歌詞も覚えてる。そうですね。ちょっと足が微妙だったんですけど、私歌が下手でちょっとあんまり歌詞割りないんで、はい。楽しみです。着きましたか、葵さん。葵さん、着きましたか。着きましたね。寒っ。なんて日だ。なんて日ですか。今日はなんと東京で、今年初の雪が降る一番寒い日になってます。はい。ちょっと入り時間早すぎましたか。そうなんですよ。なんか前のグループがあるの知らなくて、4時半からしか空いてないって言われた。なんでちょっと同じ腹ごしらえに来ました。なるほど。そして隣にいるのは、はい、桜庭みなみです。ピンク担当。ピンク担当です。イエーイ。うちの一番イケメンです。いや、目もバッチリです。そう。なんかホストっぽくないですか。ホストコンセプトだしね。うん、うちのコンセプトホストコンセプトです。だからちょっと全く関係ない話なんだけど、みなみとめっちゃかっこいいじゃん。ごめんなさい、剪定とかしてます。去年の6月にしてたんです、鼻は。あ、これ言っていいんですか。言っていいですよ。あ、すごい。その前の事務所でアイドルやってる時に、新しいことやるなら新しい自分になりたいとか、まあ、少しでも変わった自分で出たいなってことで、その時にしてたんですけど、結構じゃあアイドルに対してのモチベは高い。めっちゃ高い。めっちゃ高いよ。なんか楽しくできるんですよ。アイドルのこの活動何やる。ダンス練もそうだし、歌うのもだし、ライブ出るのもだし、全部好きでやってます。いや、そのもうめちゃめちゃさ、モチベ高い。はい。で、自分最初のそのきっかけって何なんですか。なりたいなって思ったのが、まあ、20歳ぐらいなんですよ。ちなみに今何歳ですか。24なんで、まあ、なるってなったら、まあ、ちっちゃい時からやってるじゃないですか。その時に、まあ、メンズスカイアイドルに声かけてくれた地元の友達がいて、新しい事務所なんだけどやってみないって、ちょうど考えてる時に言われて、はい、僕大学行ってたんですけど、コロナ禍もあったんで、その勉強とかもコロナでできないし、ならアイドルこのチャンスでやってみようって、でも何も考えずに行きました。分かんない。なんか俺さ、ちょっとこういうの失礼ですけど、最近のさ、がデビューしたばっかりで、初見ね、めっちゃブサイクじゃん。俺が言うのはあれでもないけど、そんなかっこよくないよねと思ったんですよ。でそれに比べたらめっちゃかっこいいじゃん。かっこいい。普通に近かったじゃん。オーディションみたいです。応募しなかった。したことないです。なかったんだ。したことないです。すごい、めっちゃイケメン。部長です。腹ごしらえをしたので、今から楽屋入りしたいと思います。めっちゃ重いっしょ、うちのメンバー。かわいい。かわいいし、仲いいみんな。お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。お願いします。うちの青色グループ青担当谷俊です。どうも、スーパーアイドルで太陽やってます。お願いします。お願いします。え、なんか青さんから聞いたんですけど、はい、複数のアイドルやってますよね。あ、僕が過去に。あ、やってます、やってます。過去に。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。23万人。あ、そうです。登録者数、はい、やばいっすね。ありがとうございます。
番組で撮って、あ、アベマとか出させていただいて、はい、で、なんか女の子ファンが多いので、はい、あのジョドルじゃなくて、はい、メンチカをちょっとやってみたいなと思って1年限定でやらせていただくのでよろしくお願いします。ママ頑張ってます。ママ頑張ってます。ママ頑張ってます。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。だから60万円いっぱい。すぐ、いや、すごい申し訳ない。あの、すいません、お願いします。すみません。頑張ってください。今日見てもらって。いや、普通に、日もガラガラして歩かない。これが、生産の日にしてよかった。まず、好きで俺が、私はそれを見て、気にしながら見てもらいたいですよ。そういうことは、ビルカーの物販用語に聞いたら、やめよう。ガンバーパックだろ。70、マジでパクられない。俺、中のみんな…え、かわいい。はじめまして。お願いします。あのカメラマンユータと申します。はじめまして。よろしくお願いします。あのうちのグループの社長の勝さん、勝吉です。で、元々俳優で、で谷俊と同じアイドルグループにもいて、一番人気でした。あるよ。まあ一番人気でした。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。あの、何ですか何ですか。あの、女の子のジョドルの先輩がいて、もうすごい TikTok とかでも、もうめちゃめちゃ有名らしい。あのライブもすごく、ダンスもすごくて尊敬してます。はい、どうなんですか。リアキスのメンバーです。リアキスです。リアキスのメンバーです。シシマサキとノートです。あ、今日が、ちょっと以前所属、はい。してたグループの復活祭ということでやってたので2人だけなんですけど、はい、いつもは5人であれ撮ってきます。はい、5人で活動してます。ディアキスです。ディアキスです。よろしくお願いします。お願いします。情報はツイッターとかは概要欄に貼っておきますので、皆さん見てください。よろしくお願いします。お願いします。可愛い、綺麗。いやー、本当にありがとうございます。ちょっとあの隠れてます。今日デビューライブめっちゃ楽しみにしてます、うん、今めっちゃ緊張してるんですけど、なんかその、ステージ上に立った時に、まあ、なんかこうパッと並ぶ時に皆さん何を考えてますか。ね、でも緊張しちゃうんですけど、はい、楽しむことが一番なんで、うん、そうします。ありがとうございます。先輩にお言葉いただいて頑張りたいと思います。青いのリハ行くよ。はい、青さん。はい、リハですか。リハーサルです。ステージに立つの初めてなんで。あ、こっちからステージ上がるんですか。ここからステージに行きます。じゃあ、おめでとうグループさんどうぞ。はい、リハーサルよろしくお願いします。あ、8億多いって言って。いや、じゃあ、とりあえずこの1番多い。はい、2番でかい、でかいから、SE からやる。バイク。はい、じゃあ青色グループさんの、リハーサルをさせていただきます、はい、よろしくお願いします。頭はどっと下げたまま何もなく、純粋に飽きっぱのまま、で、準備終わって起き上がりすぎてる。本当に大丈夫だ。飽きそうやん。お疲れリハーサルは終わりですか。リハーサル終わりました。結構みんな緊張してるんですけど、本番は楽しめるように頑張ります。本番大丈夫か。位置さえミスんだけど。余裕ないです、私今。全然だね。ゆうたさんどう、リハ見たけど。なんか想像以上、あんな結構ガチなの。いや、私なんか自分で言うのもなんだけど、メンチカってすげえんだなと思ってて、もうなんかほんとちゃんとみんな練習して、位置も揃えて、振りも覚えて、歌も歌って、レコーディングして、もうすごい。これでもなんか思ったけど、あのファン増えると思う。だから俺、あの踊ってる姿見て、あの宮城くん押せる。押せる。みんなセットしたんで。あれ、スポンジ消えちゃった。あ、それは痛い。そうだね、そうだ。今日私たちの青色グループと一緒に、
ライブを盛り上げてくれるメンバーの皆さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はあなたとの記念日、僕たちアニバーサリースタートです。よろしくお願いします。いや、先輩方がちょっといてくれてちょっと心強い。変わらない、変わらない先輩たちがいて、今結構緊張してます。私、皆さんはステージ立つとき何を考えてますか？楽しみですね。そうですね、一番楽しむのと失敗してもいい、うん、ファンの子たちを楽しませるっていうのが一番大事ですね。わかりました。今もうね、あと6分ですね。はい、6分で皆さんの番なんですけど、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。頑張るぞ。ブチャンネルをご覧の皆さん、はじめまして。僕たちが禁断の方程式です。先生をコンセプトにやっている禁断の方程式の皆様です。よろしくお願いします。お願いします。先輩たちはですね、私たちがすごくお世話になっていて、いろんなことを教わっている、同じ事務所の上の先輩になります。ちょっと今緊張してて、みんなみんなもここでデビューライブだったので、ね、そうですよね。ここのメンバー本当にかっこよくて、私みんなが推しなんですよ。デビューライブもちょっと参加させてもらったんですけど、もうその時とは逆に私が今度立場になったということで、ちょっと助言ください。リハーサル見てたんですけど、めちゃめちゃ可愛かったし、みんなもかっこよかったから全然もうよかった、心配ないです。ほんまに。ちなみに青色の子たちどんなイメージですか？いやそうですね、あのお姫様がいるじゃないですか、はい、お姫様の中にたくさんのイケメンたちがいるんで、はい、あのなんかそのお姫様の奪い合いになるようなライブになるんじゃないでしょうか。よいしょ。ちなみにそんなライブではございません。違うんですか？すいません、もうすぐ出番だと思うんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ヘアメのところにはいなかったメンバーです。イエイエイ。それでは自己紹介お願いします。はい、御年283歳、幽霊白色担当、ゆうかいかなとです。お願いします。はい、よいしょ。借金は300万から、青色担当、谷俊です。よいしょ。はい、グループの最弱緑色担当、望月健人です。よろしくお願いします。イエイエイ。どうも、見せてごしこと、黄色担当の八乙女春人です。でよろしくお願いします。やったー。そしてここにですね、リョマとミナミクを加えた7人組で活動していきます。よろしくお願いします。はい、はい、はい。リハーサル見てて思ってたんですけど、はい、タニシンさんの踊りのキレ半端ないですよ。いや、まあ風です。風を醸し出してる。風ですね。よく見たらアイドル長いもんね。4年、5年ぐらいね。3日ぐらいみんなよりも長くやらせてもらって、長くないっす、はい、やばいな。なんかちょっと僕舐めてたんですよ。地下ってつくから、なんか踊りとかもなんか結構まあまあ半端なのかなと思ったの。
みんな真剣にやってらっしゃって、はい、結構なんかかける思いとかもなんか想像見え隠れして、はいはいはい、すごいなんか応援したくなりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとあの一個疑問なんですけど、アイドルのイメージ、ね、男なら男、女なら女みたいな感じだと勝手に思ってるんですけど、はい、この青色グループさんはその男性もいて女性もいるって感じなんですか。これっていうのはどうなんですか。まあもう簡単に簡潔で一言ではしてもらいますと、トリプル A の海王ガンです。はい、そんな綺麗じゃない。そんな綺麗じゃない、はい、ちなみにそれ賛否両論とかあるんですか。なると思いますね。なりますね多分。え、ちなみに現状でなんかそういったことってあります。あ、そうですね、なんかメンバーのところにちょっとそのファンの方から、葵ちゃんとグループやるんだったら押さないっていう連絡とかは来てるみたいで、まあ、でもそういった声とかもちろんほらありながらも、まあ、その結成に踏み切ったそのなんかあるんですか。なんか一つのテーマパークというか、なんかちょっと一個星黒い葵がメンバーにいることによって、なんかこのエンターテインメントが起きるんじゃないかっていうのと、それのアイドル活動以外にも動画、SNS だったりとかを中心的に僕らちょっとやりたいので、まあ、そっちにも力を入れてどういう化学反応が起きるかっていうのをちょっと試したいなっていう。そうですね、 YouTube うちのやつらがすいませんということで配信してます。結構戦略的な部分もあると。あります。そうですね、しかも1年間限定アイドルなので、今日1月13日なんですけど、2024年の来年の2025年1月13日は解散です。だから僕らを目的に来るお客さんもいれば、葵を目的に来るお客さんもいるじゃないですか、会場に。ただ禁断の方程式ってグループもいるんで、こっちが興味なくてもそっちの方にかっこいい、あれかわいいとかで来てくれれば、会社としてもちょっとウハウハな状態でございまして。結構タニシュンさんは、うん、まあ、そっちの運営サイド的な要素もプロデューサーですね。あ、そうですね、メンバー兼やらせていただいて。ちなみになんですけど、ぶっちゃけ愛知アイドルって儲かるんですか。これが儲かります。まあ、人によりますけど。美味しい話が。あのメインっていうのはこのライブよりも、はい、物販なんですか。はい。物販です。ああ、まあそこで結構単価がぶち上がる。はい、人によってですけど。まあ、そうですね。人によって。応援してもらってなんぼなんで。そこはちょっとホストと似てる部分はありますね。ですよね。なんか、はい。ちなみに目標とかあるんですか。おのおの。それぞれ今日は。おのおの。物販いくらみたいな。僕は2000万ですね。一日借金でもある。一日では絶対無理です。今日で今日で2000万です。まあリアルで言うと数十万とかじゃないですか。一日と頑張っても。あ、一グループ。一人の。あ、一人の最大のその物販時間2時間とかだったらフルで回して十何万とか。え、じゃあ7人いるじゃないですか。はい。まあ1ヶ月あったら結構な売り上げになるんですか。まあ、続けていければそうですね。そうですね。え、これ1年で解散もったいないんじゃないですか。ってなれば、これは解散しません。だから僕が今日で2000万売ったら、まあ解散しないかもしれないです。じゃあ今日最後は聞きますね。じゃあ、はい、ちょっと、はい、本番ですね、はい。ぜひちょっと何曲目、ちょっとメインルームの方行って、ちょっと撮らせていただきますので。はい、お願いします。皆さん頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。私は大丈夫。ゴミ入ってる。あ、作りたいやつだ。あ、えんちゃん携帯掴んだよ。掴んだよ。やばい。お前がこの世界に連れてきた。頑張れよ。すが。結構入ってる。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いや、緊張中です。こいつです、真犯人。俺をこの世界に連れてきたの。すが。緊張する。ブーチャンネル出たことによってなんか結構ファンつきそうな。本当ですか。ぜひ、うん、概要欄にインスタ貼っておきますのでフォローしてください。ちょっと待ってます。結構本気でアイドルやってますよね。本気でやってます。うん、皆さんぜひ応援お願いします。お願いします。 I love you。 怖いね。もう出番ですか。 MC 入ったら俺打ち上げのお店予約するわ。違う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 。ちょっと終わったらご褒美あるね。え、ちょっと待って、せーの、葵、葵、葵ルグループ。せーの、葵ルグループです。どうなの。葵さんがさっきリハーサルの時に思ったんだけど、葵ってさ、心臓病を患ってて、本当の命がけだと思う。そう、命がけで、なんか
かガチのアイドルやってる姿がすごいかっこよく見えた。盛り上げてください。はい、応援してます。今日は赤マネ芸人にお越しの皆さんありがとうございます。今すごく緊張してるんですけど、皆さんを楽しませられるよう精一杯みんなで練習しました。温かい目で見てください。よろしくお願いします。望月健人です。お願いします。じゃあみんなで健人で行こうか。来て来て来て、スーパーアイドル
苦しゅうないぞ、苦しゅうないぞ。よしよしよし。まあ、ぼちぼちやめ、ね。一旦お水飲んで。いや、あのね、水飲まないとちょっとぶっ倒れちゃうからさ。このグループは特殊で、私がアイドルやってみたいって言って、ちょっと男ファンはないよと思って、いらないって。だから、女の子に伝えたいなと思って、心を諦めて、メンチカになりました。青い、ここ大丈夫、青いラム。青いラムやった。いえいえ、初めまして。なんでそこだけ他人料金なの。はい、ちなみにさ、青ちゃん知ってるよって人。はい、え、知ってる人いっぱいいるよ。あたかい。じゃあ手あげてない人は嘘の手あげた方がいいの。一応ね、流れだけでもね。今回は1年間限定のもう解散が決まってるアイドル。1年間限定。1年間限定のアイドルやらせていただくんですが、押しは押せるうちに押せということで、皆さんぜひ、押してください。それはそうや、大事。はい、じゃあそろそろあと2曲あるんですけれども、はい、次の曲、教えて取り切るメルティーナは撮影可能となっております。ちょっとご覧になられますか。カメラあるない人ガラケーでもいいからね。ちょっとグラグラなんですけど、ちょっと撮っていただいて、こちらアップルミュージックの方にもね、オイルグループを教えて取り切るメルティー載ってますので、素敵なわけにね、オイルグループちょっとぜひたくさん協力よろしくお願いします。お願いします。確かに。じゃあそろそろ曲振りいきますか。いいよ、いきますか。動画でもそう、みんな構えた、構えた、構えてるよ、構えてる、構えてる。レインボーにもなるよ。あれ最初どんな感じだったっけ。嘘でしょ。 OK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 。 じゃあ葵ちゃん曲振りお願いします。教えてとろけるメルティ。教えてとろけるメルティ。教えてあげるよギルティ。教えてとろけるメルティ。教えてあげるよギルティ。恋に落ちた君の目は澄んだジンビームみたいだ。幸せとはそれぞれの形があるらしいけれど、簡単に想いを乗せて届けるのは難しくて、言葉より形に残し伝えてほしいだけ。 I love you、 それなら僕を見つめて君の欲望を叶えてみて、君の全てを僕に捧げて、そして僕だけに尽くしてほしい。それなら僕を見つめて少し目移りしても許して、僕のことだけを考えてて、君のことを好きだと言ってあげるから、もう変わらないんだから、僕がどんなことをしてもだって、とどこにいてもずっと君は僕のことが好き。教えて届けるメルティ。教えてあげるよギルティ。教えて届けるメルティ。教えてあげるよギルティ。いやごめん、ちょっと自分見てもらいたすぎてぶつかっちゃった。そこからあるけど、もう一緒になるのやめて。ごめんごめん、ライブ中にあんたのレバーでしょ。すっごい入ってる。ごめんごめんごめん、すごいわ。ワンちゃんもらえるわ。ちょっと一回ごめん。危ない。やめてそうだな。マジ命がけ。今日初めてで頑張りました。大丈夫、腰も置いた置いてる。一発決めといた。一発決めといた。俺らしい。まあ、あの今日カメラが入ってるってことありましてね、YouTube の方で。あ、そうですね。はい、そのことも含めて、葵ちゃんの方から、まあ、最後にこのグループに勤めていいかなってこと。じゃあ、いいよ。本当に今日はお越しいただきありがとうございます。大丈夫か。1年間大丈夫か。走り抜けたいと思いますので、皆さんについてきてほしいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの公式からね、URL とか出るんで、ぜひともね、それでね、登録してください。登録した方は人数で覚えるから、興味お客さんの数も合わねえな、あいつの絶対なんだから。はい、じゃあ行きまーす。じゃあまたあっちからね。あっちからね。こっち行きまーす。お願いします。はい、チーズ。はい、はい、
カレー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 らしいカレー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 らしいもう一個食べよう。はい、これでドルポーズでドルポーズここでお願いします。はい、チーズ。はい、OK です。ありがとうございます。それでは本日は本当にありがとうございました。私たちが青色グループでした。ありがとうございます。ぽよー。いやー、わー、お疲れ様でした。オビオビいいよ、もう反省会は。お疲れ。青い、青い、後ろ。はい、オビオビ物販のあれがあるから。お疲れ様でした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 。お茶、生きてる。うん、でも朝終わりには蘇ったね。確かに。じゃあみんな、ちょっとこれから物販なんで戻ります。ありがとうございます。フラフラやん。いや、別にはやば。ありがとうございます。当選しました。ありがとうございます。青がありました。もう少し230歳。大丈夫。やりきった。設定やばいだろ。メイク直しか。なんかドライヤーいる人いる？いや、楽しかった。いやちょっと心があったか。あかー、いっぱいいた。振ってくれて、みんなありがとう。振ってくれて、カメラ向けられた瞬間もう全部終わったことで、ありがとうございます。皆さん、やばいし、命がけのライブお疲れ様でした。ほら、あいつは、いや、まあ、でもそうです、すごいっすね。いいよ、いい友達や。ゆうとさんから見て踊れてましたか？なおやりにできてたんじゃないですか。いや、ぶっちゃけ立ち位置ミスりましたね、最後に。まあ、そういうのはなんかちょこちょこあったね。あと振り間が違いました。それよりも、それよりも気になったのが、自分が歌わないとき、あの顔めっちゃ疲れたが勝ちすぎたね。顔気に入ってめっちゃ面白い。ちょ、アイドルとして失格。失格なの。ちょ、そこは先輩たちから頼みます。多分痩せればもうちょっと動けるし。ちょっと心臓気に上げてた。大丈夫。こっからがアイドルの本気なので、物販っていう。なんだその座り方。でもこれが足やからの最善なの。え、ねえ、今日まで撮ってあるよ。ということで、お疲れ様でした。密着終了、これになるんですけども、ちょっと報告いいですか？お願いします。この度、ブーチャンネルホス狂い葵は卒業します。まあね、3年間やってきて、ちょっとこうやって自分の夢を見つけたので、ちょっとこれから自分の夢を頑張りたいっていうのを事務所の人と相談して、ゆうとさんや女と相談して、やっていくことになりました。ブーチャンネルはゆうとさんと私が続けてきて、ゆうとさんの中で続けていきたいという気持ちがあるそうなので、ゆうとさんのことを皆さんぜひ応援してください。よろしくお願いします。ということでね、おばさんの今後の活動というのは、はい、まあ、他の YouTube で続けていくってことですもんね。そうです。葵の姫部屋チャンネルと、プリプリマカロン、そしてアイドルグループうちのやつらがすいませんということで、よろしくお願いします。それらは概要欄に貼っておきますので、皆さんぜひ見てください。はい、今までね、3年間ブーチャンネル本当にありがとうございました。葵が今までやってきたこの奇跡なくさないように、僕が受け継いで、はい、よろしくお願いします。思ってます。お願いします。お願いします。じゃあこれからアイドルになるんで頑張ります。頑張ってください。失礼します。お疲れ様です。